通夜の太平さんは森入りの和尚さんから頼まれた茶釜が今日も見つからないので大変困っていました。タヌキか、芋畑を荒らしたバッターぞ。ほらほら、タヌキ汁になっちまえ。もう二度と悪さはしないか。はい、決して。待てよ、タヌキは騙すのが得意だからな。今度だけは助けてやろう。さあ、いいから早く帰れ。ありがとうございました。毎日草を食ってしまったな。やれやれ。和尚さんの欲しがってる茶釜にぴったりだ。誰が気を利かして持ってきたんだろう。待てな。まあいいや、ともかく明日モインジへ持っていこう。なかなかの掘り出し物じゃ。気に入りました。はい、そう言っていただいただけで今までの苦労が報われます。はい。いや、ご苦労じゃった。でいくら払ったらいいかな。はい、ありがとうございます。では前に3両頂戴いたしましたから残りを2両。値段もなかなかじゃない。はい、まあよかろう。毎度ありがとうございます。では遠慮なく頂戴いたします。近年や。はい、早速この釜で一服お茶をいただくからな。きれいに洗っといで。はい、かしこまりました。よいしょっと。あ、これこれ、金ね、気をつけなさい。高い掘り出し物だよ。はーい。
何？お化けだと？はい、もう物を言いました。そんなバカなことがのう、さけ。しっかりおらしろ。神殿さんはどうかしたんじゃないのかな。キチガイキノコでも食べたんだろう。何がお化けだ。洗ったら鈍い色艶が出てますます良くなったようじゃ。艶といい、形といい、何とも言えませんな。新年や、佐兵衛さんが骨折って探し出したお釜にケチをつけたら佐兵衛さんが気を悪くなさるよ。気をつけなさい。はい、すいません。こんな掘り出し物はめったにありませんで。いかにも素晴らしいもんじゃ。こりゃ面白い釜なりじゃ。なるほど、変わった音色ですね。お、お嬢さん、お釜の中がほら動いてますよ。神殿さんもまたケチをつける。
最初は小手だめしとござい。たぬきと一緒に仲良く暮らしました。